ということで、今日は、レッグオーバーですね、やりました。で、ポイントは、蹴る瞬間は、やっぱり意識して、ここにボールを持っていきたいっていうのを意識して、最後の蹴り上げるとこをやると。あと、くの字、上体は、なるべくくの字、まあ、なるべくそういうか、くの字でやるということですね。上体を反らさない。くの字でやると。ということがポイントということで教わりました。はい。ではまた次の、動画で会いましょう。ありがとうございます。